ちょっとね言いたかったのは8分の7拍子っていうのがあって、うん、8分の7拍子は 1,2,3,4,5,6,7 1小節に7個8分音符が入ってるの。でもその7個 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 って数えてもいいんですけど 1,2,3,4,1,2,3 1,2,3,4,1,2,3 1,2,3 1,2,3 4たす3で数えても、もちろん3たす4でもあるんですけどね、そういう風に数えていくんですよっていう8分の7拍子。苦手でもねこれ何回も出て、今回サムスカンクファンクで出てくるから、はい、もうこれを叩き終わるぐらいにはもう、うん、まどかちゃんが8分の7拍子1回ぐらい余裕ですよみたいな感じでできると思います。できてもねその前後の8分の8拍子っていうか4拍子の前後がちょっと難しいんですよね。1ページ目の一番最初のところ、これも結構な技で、タガラダーンタガラララタタンタガラッタガラダラッタタラッタンタガラガタガラガタガララッパタントンタッタラララッタ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 ラ、俺こうやってもう言えるぐらいも覚えてるんですけど、はい、このメロディーもう誰でも知ってるレベルなんですよ。なのでここはちょっとこのそのメロディーをまず今度までに覚えてきてもらって、僕がこうやって言えるぐらいね、はい、でその技をちょっとやりましょうか。最初フラから始まって、左手でこう、あ、じゃあもう一個いくか、フラ、低いところから、はい、フロア、スネア、ハイハットって言うんです。3、はい、ドン、あ、いいですね。それをつなげて、はい、はい、いいですね、はい、次、フラ、ツータ、ドンタ、ツートゥン、トゥン、フラ、ツー、ツー、ツー。次のお休みをね、ちょっと一応感じないといけないから、フラ、ツータ、ドンタ、ツー、うん、トゥン、フラ、ツーツーツー、うん、そう、うんうんがね結構大事なんですよね。要はなんか三拍子みたいな、フラツータドンタツーで終わりと見せかけてもう一個あるからね、フラツータドンタツー、うんうん、フラツーツーツー、はい、フラツータドンタツー、ワンツーでフラツーツー、はい、ワンツーフラツー、あ、そう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 、はい、もうそれもそれでも覚えちゃう。次この技できますか？で二発目にシンバルね。でちょっと早めにできますか？まあ後でちょっと録音してください。フラッタナカドットン。そこもなんか休符がいっぱいありますよね。フラッタナカドットン、ワンツーでワンツースリーっか。ドン、ワン、ツーで、一、二、三、うっ、三、はい、ワン、ツーで、一、二、三、うっ、あー、シンバルやらないです、もう、決めたいよね。ワン、ツーで、一、二、三、うっ、ワン、ツー、スリー、ツー、まずここの技ですよね。ダダ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 、この技が一連の技がね、ちょっと難しいんですよね。1、2、3、4、こんな感じ。1、2、3、4、これの曲にクリックつけとくから、あ、はい、うん、このフレーズ他にも出てきますね。まだ書いてくるよ。1ページ目に、これがサビっていうかちょっとあれなんですかね。うんと、なんかさ、ジャズってサビっていう概念じゃなくて、はい、テーマ、メインテーマっていうのがあって、最初にもう一番聞かせたいところが最初に来るのね。なのでサムスカの場合はこの最初のダララ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 ラジャグラッチャグラッチャグラッチャ、これジャズにもなるんですか？ああ、ジャズにも、あ、サンバとかいろんな技後から入れられるから。じゃあ一応今日はこんな感じで終わりますか？はい、はい、じゃあ次回までの宿題はこの1段目ってこと？1段目とその8分の7拍子がちゃんと言えること。なんかタンカタンカタンタカタンカタンカタンカウッタカタっていうのを練習してきてくれる。タンカタンカウッタカタ、うん、っていう8分の7拍子の練習と、はい、最初の1段目の練習と、フラッツータッタッタク、うんうん、フラッツーツーツー、
だったからだったんとかね、うん、かそこの中ワンツースリーうっかなのかワンツースリーうっかなのかちょっと音源ともう一回確認しておきます僕、はい、もうこのねサムスカンクファンクっていろんなバージョンがあっていろんな人がやってるから、からサムスカンクファンクで検索したらもういっぱい出てくると思うのでいろんな人がやってますはい、うん、ということで、はい、一応当初1本分かもね今日はねそうですね、うん、30分ぐらいしかやってないから取れました、うん、これもすごい分かりやすいんですでもこれちょっとねあれなんだあ、うん、今後のね八分の七分やってるところちょっと聞いてほしいですよ、ね、いきますじゃあ押していくよとかさこの8分のここら辺とかなんか僕余裕でやってるんで見えると思うんですけどもうなんか知ってるんですよね流れをねだからこう流れを知ってくれると多分いいんですけどねこことかね、うん、でこういうとことなんか難しいのもあるんですけどまあでもこれダブルツインテールがあるからそれはできるかもしれない、まずはちょっと僕が今この辺ぐらいまでやったんですけど、はい、まどかちゃんにちょっと練習してきてもらってね、はいちなみに初見ですよそんな別に今日はあるからって練習してきてるわけじゃなくて、これが初見が得意なだけなんでこれじゃあ終わりですはいお疲れ様あなんか終わりやってくれてもらってきまーすはい頑張りますすごいおしゃれなかっこいい曲なので叩けるように頑張りますでは次回ですバイバーイ